はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めて一歩ハイキングソウルの動画撮ろうと思いますってことでね、ちょっとね、大会の動画をね、一個撮ろうかなと思っていて、まあ、最後の1試合だけなんだけど、まあ、初日2日目はね、相手がかなり強くて、連敗してしまったんですが、3日目ね、今日相手がね、バツバツバツだったんで、あ、これは勝てるね、やっとと思って1戦目やったらね、結構ね、まあ確かに3連勝相手視点からするとしてるみたいだし、こっちが。まあ1回目もね、しっかり勝ったんだけど、結構手強いなっていうのを思ったのと、2回目引き分けたんで、これ最後意外とわからんぞっていうことでね、動画に撮ってみようかなと思いましたって感じでね、ちょっとこれから試合見ていこうかなと思います。相手ね、ブライアン・ホークのチャンピオン剣弾を持ってるんですよ。羨ましい。ってことで、まあ、このチームで行ってみようと思います。いけ！ほら！相手は、まあ、ホークと、まあ、宮田くん、青木と、時村と、真柴だね。まあ、メンツ的にはね、俺がホーク持ってないだけで、代わりにね、アーニー入れてますっていう、そんな感じですね。で、セコンドも、お互いおやすさんっていうことでね、結構ね、なんで向こう視点からしたら3連勝できてたんだろうっていうのが不思議なぐらいの先生なんですが、まぁ、ちょっとね、俺がやってみたらかなりいい勝負だったので、見ていきましょうと。まあ、やっぱね、無属性っていうのが結構でかいよね、チャンピオン剣玉は。弱点も有利もないから、こっちがね、こうやって力速技でちょっと属性散らしててもね、みんな均等にダメージ入っちゃうっていうね。まあ、それでいて、多少ね、俺の方はパワー寄りなので、相手速だと不利なんだけどね、主人公に関しては。ただでも属性で固めて、主人公の属性も合わせて、おっと、まあ、全体を、ね、強化できてるから多少は、有利なのかなと。ただね、相手もしっかりおやすさんで、ね、回復してくるからね、全然わからない勝負の行方は。いくぜ。正直本当にね、おこれはでもかけちゃうか、このまま。フォークの当たりどころ次第ではね、全然わかんないんだよね。あと、青木がね、よそ見どっちがいい感じに発動するかとかでもね、結構、勝負はね、わかんなかったかなというとこですね。まあ、こうして見るとね、剣玉連携のレベルが10ぐらい違うので、そこで結構差がついちゃってるのかなとは思うんですけどね。はい、という感じでね、一応、3日目のね、3試合目、動画撮ってみましたというのがね、今回でした。どうしようかな。まあちょっとこれだけで終わるのもなんだから、サマフェスさ、ちょっと迷ってるのが、このサマーポイントね、1ポイントだと無駄になっちゃうから、3ポイントまで回すのもありかなっていうね。あ、っていうかあれか、板垣バースで終わったら、割引が1000から500になってる、もしかして。俺の勘違いでなければ。しまった、2000なら締めに引いてもいいかなと思ってたけど、ちょっとこれはやめだそっかそっか、なんだ、伝統を守ってだけか。あれ安かったの、淡々と繰り返してきた。違う、それにももう飽きた。あ、そうだよね、かつての自分に戻るのも悪くない。サマーフェスティバル先行席割引中っていうのが、あ、そうだね、バースデー期間中だけだったね、失敗した。そっかそっか、なるほどね。っていうかさ、板垣生誕祭開催がさ、14日からさ16日までっていう風になってるのにさ、ガチャの割引は15日までってさ、ここ期間さ統一しろよって思うよね。そこがね勘違いポイントよ今回の。そうか、いやこの辺なんかまあプレミアム、あ、なんだっけ、ファイティングソウルデイプレミアムのやつも、ちょっとね、その辺のツッコミあったんだよね。なんて言うんだっけ、あれ。ちょっと忘れちゃったけど。
惚れた女の前でカッコつけて、あの期間がねイベントの中で真剣な夢かもしれねえよ。期間がバラバラだったりするのが、ね、結構あるんだよこのゲーム。一番重要なことなのさ。だからねちょっとその辺はね不親切だからね、よく見ないとねマジであの損する時があるっていうね。あーもうちょっとあれだね、ファイティングソウルデイに関してはもう10日11日が終わっちゃったら、ね、お知らせ自体が確認できなくなってね。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。